Thank you.
しく。いや、この感じなんて何年ぶりだろう。なんか今日ここ来て、思ってたより全然でかいんだけど。いや、すごいすごいすごい。ありがとう。いや、俺たちが最高というか、レッドウォリアーズが最高なんだよ。本当、オーガナイズしてくれてありがとう、レッドウォリアーズ。昔は本当どこ行っても一緒だったしさ、竹彦だしさ、どっちどっちですか。ありがとう。で、今日はね、僕の母も見に来てるんですよ、うん、そして、さっきの母もお母さんの方も来てるらしいんですけど、うん、うちの母が楽屋口から来て、広石武彦の母だって言ったんでしょうね。だけどほら、レッドロックスだから、武彦の印象が小暮さんの方になっちゃったみたいで、鮭の楽屋にうちの母が連れて行ったって。鮭、俺の母じゃないよ。あれにこういうことが起きます。名前が一緒なんで、ということでね、今日は本当に最後まで俺らそんな長くないけど一生懸命やるんで付き合ってください。よろしくお願いします。チャンスボール
どうもありがとう。まず素晴らしいメンバーを紹介させてください。もう何年も一緒にやってるんですけど、アップビートをみんな好きでいてくれて、レジーナ君もね、最初の出会いはジャスティン・ナスティの最終世代だったんですね。この時にもう、モナサイゲンがもうめちゃくちゃ好きで、もう やりたい、タイムボムとね、ありがたいです。まずはギターから、レジーナ。もう俺との活動の方が長いから、ヒロシのところのレジーナ、アップビートのレジーナでいいんじゃないの。そしてもう一人ギター、もう何十年も一緒にやっています。もう多分同じ事務所の後輩なんですけど、本人に言ったら嫌がるあるバンドで事務所の後輩でした。ギター吉田祐介、ありがとうございます。そしてフェス、彼ももう、何十年も仕事してます。ソロもやってくれたし、最近はまあフィードだけに絞ってるんですけど、ソロの方はローグの西山さんが
ナイフの西山さんがやってくれてるんで、まあ、2人素晴らしいベーシストとやってるんですけど、もう本当に中心が低い最高のベースを弾いてくれます、うん、この間ミラードをやめたばっかりです言わないでじゃあ、本ベースミラードを脱退した篠田達也なんか準備さっきに、準備君に広志君とこはやるんだって、やるの？あ、やるのってそれはなんかな、なんか、ん？みたいな話し合いをされたらしくてないな俺に言うからだよ俺はもう口が軽いぜそして、オンドラムもう皆さんよくご存知ですよね。ダイヤモンドシェイクも大島君でしょ。あと、マルコシアスさんとか、今ネオスの秋間さんとかも大島さんでしょ。リスペクトアップリートでしょ。なんか、結局大島春彦になってしまうっていう現象があって、まあ、それぐらい素晴らしいことです。ということで、オンドラムス。結局大島春彦。結局。そして、もう、あと、わずかなんですけど、僕らの待ち時間は、この MC ではちょっとずれて怒られるかもしれないんですけど、やっぱり皆さんすごく盛り上がってくださってるんですけど、こう割と冷めて見てる人も見えますよ。見てますよ。まあね、推しのバンドじゃないとさ、どうしても曲も知らないしとかなってくると思うんですけどさ、昔は80年代イベントとかすごかったよ。もう最前列の喧嘩の時に最前列のお客さんがぐわーって揺れがあるの。推しのバンドが来た時に前行ってそうじゃないと違うみたいな。もうね、ある程度年取ったんだからみんなちゃんと聞いてくれよちょっとぐらい体言わせてくれよ。知らない曲でもこうやってれば何かこっちは落ち着くんだよ。それにしても今日最前列、これ抽選でしょ？チケットもうアプリで知らせてくださってる方もいるし、よく見る方も本当に前に見て、すごい確率当てましたねお前らみんな宝くじかいいいかもしれないよ、ということで今日は本当、あと少しですけど最後まで付き合ってください。よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.
さんはリスペクトアップビートで作詞大事からね、最後のスペシャルのワンマンライブね、みんなライブみたいな、そんな濃厚なライブでございました。いろいろ人に変わらない、なんか無圧的なボイスというんですかね、声の人がですね、あと大島さんドラムのビートがもうすごい気持ちよかったですね。はい、ということで、お知らせとしましては、来年の1月26日の金曜日、広石さんのソロライブがですね、ございまして、大塚サーツプラスでございますので、よろしくお願いします。あと、アートビートの、シングルのコンプリートボックスが、ビクターから発売になっております。これ、シングルに入って、カンプリートに全部入っているということなんでね、ビートアップという、シングルが出てますので、こちらもよろしくお願いします。ちなみに広石さんが、舞台するね、舞台出る